どうも、レインゲーム TV です。今回は住民が遊びに来た時に見られるレアな小ネタの数々を集めてみました。よっ、お前らどうってます。住民たちが家に遊びに来てくれる訪問イベント。家に置いてある家具にコメントを時々してくれる住民たちですが、ここで住民が来る前に部屋に偽物の美術品を設置しておいて、近くで話しかけると、これ払ってあげるのか、あとにバイルをちょっと頑張ろう。でも受け入れて、この人は遊びに来られるのだから、あ、他に行ってるならそれに頃は、あら、見覚えと違うと言われつつ、あなたが気に入ってるならいいとフォローされる偽物の美術品を置いていた時だけの専用セリフがわざわざ用意されている。ちなみに大人系だと見抜かれましたが、ぼんやり系住民だと、郵便がやらかって顔見えて、そらにもやつに見るね。ほんの、そろも、みもの、ちょびでも、ちょきんがまったりわらずはや、ふりん。と、ぼんやり系だと本物と偽物を見抜けないなど、性格によって様々な反応の違いが。細かすぎる。また、美術品以外にも、虫や魚、化石などを飾っていると。ペンギンって、サビと一緒に行くじれんの。ビールくじて、などくあんべろ、やると一緒の味だね。タレリーなんかでも、プリン。サソリをルームメイトと誤解され、一緒に暮らせて幸せそうと狂気的なことを言われたり、カイラシローションビルじゃないか、チワリンなど飲食なしビルね、せいせいだ。あ、こっちにデリカルくる、ショーゴがビルしてるのかな。ピラニアを同居人と誤解されてライバル視されたり、家で寝てるか、やっぱこういうのやるとヘルプが濃くなるな。こうやって落ちるとタイムが同じ場に来る。なぜ知らずどうです。化石を見て太古のロマンと言ってくれたり、ちゃんとそれぞれの展示物に専用のセリフが。主人公のお母さんから定期的に届く母シリーズの家具、これを部屋に置いて住民を呼ぶと、あ、レンデル、カフェスにブルブルにしな、無駄が出てるわ、あら、あ、レンデルって、村瀬とかなんですに、ブルブル、超レンデルね、どうもお母さんもらいで、村瀬ぶってなっちゃうんだな、ブリン。お母さんの手作り家具をちゃんと飾っていた時だけのほっこりする専用セリフがあったり、あのレカレカレコで、ハドリドの野心でいいので、こりゃ安心も高すぎるね。まで実家帰ってきてから、ボロボロ死んじゃうんだ。なので、パパ。実家に帰ってきたみたいだと遠回しに母を連想させるセリフだったりと、性格によって様々なパターンのセリフが。住民が来る前に、部屋に何らかの時計を設置しておくと、住民が時計を見て時刻を確認するという、実は時計を飾っていた時だけの専用セリフまで、作り込みがすごい。さまざまな家具に反応してくれる住民たちですが、一個部屋のものをすべて片付けて何のコメントもしようのない部屋にしてみた場合はどうなるのか。というわけで、何の家具も何の壁紙もないただの白い虚無空間にして住民を呼んでみます。あ、
何もなさすぎてスタイリッシュすぎるとちゃんと突っ込んでくれた。さらにコメントに困られて強引に褒めてくれたり、さまざまなパターンの虚無空間専用セリフが他の性格でも試すと、なるんか、こまめなものと一応つじらしいな、あほなら、こむやなにないか、あん、さわしないランニングやな、あほ、広すぎて室内ランニング用の部屋と勘違いされたり、なるほど、なんだそんか、なんのジメジグだね、チェリが、コーラ上手なのに、予想なしよね、チェリが、カラスの涙、あっち、精神を集中させる座禅部屋かと思われて苦笑いされたり、焼肉専用部屋かと誤解されたり、などなど性格によってさまざまなパターンが用意されていました。どこまで細かいんだ。以上、住民が遊びに来た時の小ネタ集でした。